すいません、なんか、なんか、ごめんなさい、練習終わりに集まってもらっちゃって。急にちょっと呼ばれたんやけど、なんか。すいませんね、なんか。なんで、むしろ涼介来た？いや、なんかね、僕もね、呼ばれたんですよ。呼ばれたの？はい、とりあえずカメラ回すとけと。なるほど。そうなんです、そうなんです。はい。回しててくれと。はい。なるほど。もうすぐ回しますよ。企画、いや、まだなんかね、とりあえずね、この時間にいといてくれと。してくれと。分かんないんですよ。とりあえず。とりあえず。雑談しといてくれと。はい。じゃあもう、誰かなんか。あの、田村さん。田村さんが、12時にはもういといてくれと。なるほどね。それだけはいただいたんですけど。なるほど。ウォーキングあ、ウォーキング部ですか。これ。歩くの？スリッパですよね、今。スリッパで。もうこんなんで歩けないですよ。あ、もしかして、あ。え、誰か呼んでるんですよ。え？なんか。え？どうもー。一平くん、イエーイ。おー、急にハグ、ハグを、なんか、え、何？一平くん呼びました。ちょっと、あの、来る場所違ってます。戻ってもらっていいですか？バカ野郎、バカ野郎っていう。俺さ、これがすごいよ。ちょっと、すごいよ、俺。これ、今日何なの？いや、なんか、一平君、じゃあ今日はあれですか、これくらい、これ VR、 そっちそっち。じゃあ一平君、ちょっと なんでこれ呼んだんですか、説明してください。一平君喋れるでしょ、これあいの、うん、食べてる、食べてる、え、おー、辛い、うまい、なんかかけ、フシチュー、なんか飲んでるね、なんか、食べるよね、食べる、うん、飲んでる、飲み物、食べるけど飲み物ね、食べるけど飲み物、食べる飲み物のといえばグラタン。違うんだ、今のじゃ違うんだね、今のは違うわ、違うね、もうちょっと出して出してちょうだい、で辛い、辛い、麻婆豆腐、ま、どう、もう違う違う、一つしかないじゃんそれ、なんすか、辛い食べ物でしょって言ったら、まあもう、ちょっと聞いてこなかった、レパートリーが、ふざけんなよ、何なんだよ、え、一平君有名、有名せーので行く、でも何となく分かったんだけどさ、食べる飲み物、食べる飲み物で辛い、辛い、まあ、もう何となく分かりました、ねえ、ねえ、行こうか、せーので行く、はい、せーの、カレー、正解、カレーは分かったんだけど、どう、カレー、一平君が作ってきてくれた、一平君が、うん、1、2、3、うん、カレー、うん、おお、私が、おお、こねこね、私が、こねこね、うん、3種類、3人分、なるほど、今日の朝から違うんかい、なるほど、作ってくれるってことね、作ってくれる、なるほど、こ、うん、リクエスト、はいはいはい、作ってこれくらいの、なるほど、リクエストを聞いてそれを作ってくれると、なるほどね、でそれまた後日持ってきてくれるの、
おー、作って、うん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 、なるほどなるほど。で、食べてもらうと、はいはいはい、販売すると、販売する、なるほどね。マジっすか、わかりました。いやちょっとということで、うん、この企画やったの、はい、一平君とコラボして、はい、3人に、はい、3人が作ったオリジナルのカレーをホームセンで販売すると、うん、おー、なるほど、今勝負ですか。確かにね、さすが、なるほどね。誰が一番美味しいカレーを作ってリクエストしたかと。いや、まあ、結局お金かかるんですよね、うん、こういうのね、うん、しっかり売り上げを上げてもらって、なるほど、売り上げ勝負ですね。なるほど、負けられないやん、それは。っていうことは、もうライバルのとこね、ここ3人は。そうです、そうです。負けねえぞ。違う、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 違う。ケンさん、大丈夫、ルール、ルール、大丈夫、ルール。ルール、いや、結構、待つんだろ。え、いや、そうだった。カレーがいいんですって。カレーだと。カレーね。わ、うん、かりました。ということで、もう好きな、もう、うん、もうオリジナルのカレーを作れるらしいです。なるほど。一平君カレー作るの上手なんだって。得意なんだね。そう。一平君初めて聞いたよ。なるほど。じゃあ、え、もう真剣にいいの？真剣に、真剣ですよ。わかりました。じゃあ僕は、僕から言っていい？手羽元で行きたいなと。ちょっと癖が。そう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 、ここそこね、ここの肉が乗って、この美味しそうな肉が、そうそうそう、おー、煮込んでくれて、おー、おいしいもうなんか正解なんだな、もう。手羽元好きなんですか？手羽元が好きなの？手羽元好き、手羽元カレーが好き、うん、ちょっと独特でしょ、どうか変わってんねなかなか食べてでしょ、手羽元カレー。あ、なるほど。ちょっと皆さん、これ美味しいんでね、森脇一平君にリクエストします。はい、ケンさんどうしますか？ケンさん何で言うの？豚なんですよ。おー、渋い渋い、豚なんかせ、あ、それ膝が好き、膝なんかせ、膝なんかせ、いいね、いいね、ゴリナンコ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 さ、ゴリナンコ、違うね、豚軟骨、豚軟骨、うん、なるほど。これあんまカレーの種類では確かにあんまりないよね、豚なんかね。好き、好きなんすか、豚なんか好きなんすね、豚軟骨カレー。でも美味しそう。確かに。どっかで食べたことあるんですか？実家はもう軟骨入ってる、豚軟骨。ええー。あ、じゃあコリコリしよう。コリコリないぐらいちょっと。あ、なるほどね。煮込んでもらう。あ、じゃあ徳重家のカレーを販売したいと。そうです。なるほどね。いいですね、いいですね。うん、いい、いい。美味しそう。いいね。タカさん。タカちゃんは。いや、やっぱ僕はシーフードで。ああ。魚介系で。確かに、愛媛だしね。愛媛というね。うん、確かに、はい。めっちゃ美味しそう。めっちゃいいじゃん。もう勝ちました。今の流れだとさ、俺なんかちょっとドベっぽいんだけど。いやいやいや、そんなことないよ。いや、一番先に大きい声で言ってましたよ。言ったけど。もうセンスが、皆さん、あ、手羽元はやっぱ食べにくいんだ。いや、言わない、言わない、マイナスのことは言わない。まだ豚軟骨もちょっと噛み切れないから煮込みが足りないもん。もう、それでしょ。もう、あの、手羽元もね、すんごい熟して、めちゃくちゃ美味しいですよ。熟して違うか。まあ、一平君の腕ですからね、そこはね。一平君お願いしますよ、ちょっと、いろいろと腕が、うん、例えば手羽元ちょっと美味しく、そうそうそう、美味しくね、もんでも気持ちいい。これな、なんかまあまあ結構売れたら、うん、どんどん増やすらしいです。なるほど、はい、ってことは1年通してシーズン通してシーズン最後まで走れるか。なるほど、どうか。これはね、ちょっと皆さんね、お願いしたいですよね。ぜひちょっと購入よろしくお願いします。はい、試合の時にね、皆さん食べてもらいたいです。楽しみにね、はい、例えば
自分森脇と健太さんのが売れなくて高野がめっちゃ売れるとするってなったら高野のカレーだけ再販でどうします？これはいいですよ。どうする？売り上げ勝負ですよね。まあ個数ですよね。まあ要は個数何個売れたか。金額は一緒ですか？売り出しの。もちろん。あ、一緒なの？もちろん、はい。なるほど。個数です。個数勝負です。個数で負けたら、うん、罰ゲーム。お。だよね。罰ゲームしよう。それも。いい。YouTube やってますね。YouTube よくやってます。YouTube よくやってますね。誘ってんじゃ TV もやってる。なるほど。YouTube だと。いやいや、サッカー選手だ。一緒にプレイしよう。そうなんですよ。罰ゲーム何します？それこそ、一平君絡みとの罰ゲーム。何でも、もう何でも何でも何でも、うん、いらないいらない。ってことは、今パッと思いついたのが、愛媛FCのグッズとか売ってる、ジョガボーラとか売ってるところの、なんか2時間店長販売員を、ああ、なるほどね。頑張る。一番の最悪、一応言っときますね。在庫残る。これ最悪です。それ最高ですよ。それはそうだね。これは最悪です。確かに、はい、そうやね。これはもう最悪。それを在庫残さず手羽元残り、ね、これ最悪です。記念しないで手羽元一着は一番の信じてから。そう、それはね、言ってるから。これじゃあベベ買い取りでいいですか？あ、そう、それはもう買い取りでいい。お、うん、残った個数は買い取りで知らないよ。無料販売ですよね。おお、なるほどね。そうやね。最後ね。ちなみにどれぐらい販売するコストは？まだ2345パック。5パック？500？500？ 1つ500ですか？おお、ちょっと一平君、ちょっと一気にすごいよ。おじゃないですか、100個も頑張った。急に、ケンさん、これは、レゴ聞いてこれ。やば、500。一平君攻めすぎじゃない？確かに、1人500でしょ。だから1500でしょ。1500でしょ。なるほど。大変なことですよ。大変だ、うん、いやでも行こう、うん、ちょっと頑張りましょう。だから売れ残ったら、売れ残んないでしょ。絶対残らない。残んない、そんなの。残る、残んない。身内そうですよ。宣伝もありってことだもんね。全然あり。だからまずじゃあ500がスタートね。OK、500スタート。OK、うん。これ全部もう完売したら、まずもう、なるほど。みんなの、これみんなの勝利、もう、みんなの勝利です。よし。はい。完売目指して、はい。頑張ります。よし。じゃあ、売れ残ったら、もし、売れ残らないけど、売れ残ったとしたら、買い取り。買い取りね。大買い取りでね。大買い取り。買って。諸経費含むね。諸経費含む。諸経費含む。はい。OK、了解です。OK ですか？全部売れたら、うん、一平君がご褒美もらいましょう。ああ、それはそうだね。それはそうですよ。それは一平君、なんで急になんか、急に背中がさ、丸まっていいよ。ちょっと一平君、どこも行かないよ、一平君。そうですよ。一平君、儲かるわけですか？そうだね。はい。確かに。一平君、還元してもらえないとね。そう。確かにね。お願いします。ね、それはじゃあおいおい、うん、おいおい、一平君から、
なんかご褒美をね、はい、一平君も入るとこいらないよ、もう優しい、めちゃ涙すっごい目が優しい、めちゃ見られた感じです。3泊に一平君いるのおもろいよね、おもろいよね、すごい3泊に何何何何何何牛丼大盛り、うん、オールおーマジで大盛り嬉しい腹が変に笑っちゃってるじゃんあれね、怒っちゃったけど本当、ケイタさんが一平くん、ちょっと一平くんないこの MNC のコリア対決ケンタコリアのおごおごおご弱い、ちょっと弱いちょっとねなんだっけ丸を食べる、ね、食べる食べる、うん、いっぱい、うん、大きいおお、パスタ、焼きそば、パスタ、焼きそば。イメージは牛丼ね。オッケー。オッケー。みんなに食べてもらいたいんで。うん、そうですね。辛くしたら子供が増えるもんね。難しい。そうですよね。それ例えば250、250で。甘口、辛口って一平できる？できない、できないよね。難しいもんね。だからちょっとこう、甘口スタートで、うん、辛みが、ちょっと辛くできるスパイスみたいな。ああ、なんか粉みたいなの。粉みたいなの。素晴らしい。さすが。さすごい。なるほど。なんかね、空から言葉を降っていたんですけど、それは原価かかるから、なめる。ね、経営者だ、経営するんですよ。経営者だ、なんか降ってきたすごい経営者通訳できるよ、なんとなく、なんとなく分かった、なんとなく分かった、さすが。なるほどね、確かに。じゃあ僕、甘口でいこうかな。甘い感じでね。でも違うか、子供だからでもちょっと隠し味も入れるってことですよね。もう言ってください、言ってください、どんどん。ちょっと蜂蜜とか、あーいい、コーヒーとか、うん、チョコレートとか、ね、うん、辛みの中に甘さ入れる、入れる、リンゴ吸ったのとか、うん、それ入れたいの。もう僕ね、もう今言ったら俺のこっちもなんでよ、大体無理だね。まあ一回じゃあ作ってきてもらいましょうか。ね。ね。じゃあ後日。で食べて。ちょっとそれを試食して。ジェイペグじゃあ持ってきて。仕事が早い。早い。まあじゃあそういうことでね。美味しいの取りに来たよ。頼みます。いいじゃん。あれいいな。すごいよね。っていうか切り替えも早いし。じゃあまあ待ちましょうか。うん、ちょっとまた無事ですね。はい、うん。また試食させてもらって、はい、その感想を伝えたいと思います。よし。